皆さんこんばんは。人格管理研究所所長のハイドです。今回は幸せな人間関係の作り方という話をしたいと思う。人間関係について悩んでる人は多いと思う。学校の友達、職場にいる人、家族、親戚、最近はツイッターなどネットの中の友人や知人に対して悩んでいる人も増えているのではないだろうか。みんな良い人間関係を築きたいと思っているのに、多くの人は嫌な人間関係の中で我慢しながら生きている。そして不思議なことに、病んでいる人の共通点として、なぜか自分に対して心地いいと思う人よりも不快な人の方を大事にする。今回は幸せな人間関係の作り方と作れない人の傾向について話そうと思う。幸せな人間関係の作り方。自分に良い言葉をかけてくれる人の重視する。良い言葉とは、自分の気持ちが明るくなれたり、楽しくなれたり、希望が持てるようなことを話してくれる人のことである。しかし、病んでいる人は、自分にとって良い言葉をかけてくれる人を信じようとしない。あの人は、表面上は親切にしてくれるけど、本当は私のことは好きじゃないに決まってる、など、相手の言葉を素直に好意として受け取れない。なぜなのか、これは自分を防御しているのである。つまり、相手が自分に好意を持っていると信じてしまったら、もしそうじゃなかった時、自分が傷つくことを恐れているからである。最初からあの人は私のことは好きじゃないはずということにしておけば、ゆくゆくその人に嫌われるようなことがあった時、ほらやっぱりねと自分を納得させることができるからである。そういう人は結局人に好かれることはない。なぜなら、自分を防御するあまり相手の親切を素直に受け取れず、本当は私を嫌いに決まってるという意識で付き合うので、つまりそれは相手のことを信頼していない。もっと言えば、相手に対し、あなたは表面上私に親切にしているけれど、本当は私のことが嫌いな嫌な人なんでしょうという気持ちで接していることになるからである。相手も徐々にその空気を感じて、この人は親切にする価値がない人だと判断するからである。その原因を作っているのは自分自身なのに、ほらやっぱりあの人は私のことを心から友達とは思ってなかったんだ、まあこっちもそんなに好きじゃなかったしね、みたいな関係を繰り返すのである。幸せな人間関係の作り方に、その人を失わないように大切に付き合う。大切に付き合うとはどういうことか。親しき中にも礼儀ありということを忘れない。相手が一度やめてほしいと言われたことはやめるようにする。その人を失ったことを想像し、その悲しみを知る。そうならないように、その人と少しでも仲良く長く一緒にいられるように考えながら付き合う。しかし、病んでいる人は自分に優しくしてくれる人に対して嫌われるような行動をしてしまう傾向にある。例えば、舞い上がってしまって一方的に話す。職場や人間関係の愚痴ばかり相手にぶつける。いつも泣き言ばかり言う。不平不満ばかり言う。相手を試すような発言をする。自分の話ばかりする。こういう人はいつかその人に嫌われてしまうかもしれない。相手を好きになって信頼するということは、一方的に甘えていいとか依存していいということではない。しかし、病んでいる人はそこに気がつかない。幸せな人間関係の作り方。3、自分に不幸を運んでくる人はできるだけ切り離す。自分に不幸を運んでくる人とは、自分に対しマイナスな言葉ばかり言う人、悪口ばかり聞かせる人、文句ばかり言う人、一緒にいてなんか心地が良くない人、そういう人はできるだけ関わらないようにする。家族や職場の人など切り離せない人もいると思う。これは現実に距離を置くということは不可能だけれども、心の中で距離を置くということはできるので、表面現状相手はしても心の中で無視するっていうことができるようになることが理想的かな。なかなかそれも難しいことだけどね。でもそれができる人もいる。現実に離れることができる人とは離れた方がいいので、絶対付き合う必要がない友人だったり、ネットの中の関係はしんどいなとか嫌だなと思ったら切り離してしまう方がいいと思う。マイナスな気持ちになる人と付き合い続けていてもいいことはない。しかし、病んでいる人はなぜか自分に対して辛いことを言う人、嫌なことを言う人を大事にする傾向がある。信じられないという人がいるかもしれないけれども、病んでいる人の多くはそうなってしまっている。多くは親が嫌いで辛いんだけれども、親の言うことには従わないといけないという人がすごく多い。で、これはなんで従う必要があるのかっていうところなんだけども、おそらく何らかの弱みがあるんだと思う。多くは経済的な理由、親の言うことを聞かないといけないという人はほとんどが
か親と同居してる人なんだけども、結局は経済的な面で世話になっているから頭が上がらないって言ったらいいのかな。要するに弱みを握られている。だから言うことを聞かざるを得ない。職場の上司とか先輩みたいな人も、職場ではやはりその人の言うことを嫌でも聞かなければいけない部分っていうのは出てくると思う。だけど辛くて辛くて精神的に病んでしまう、心を閉ざしてしまうぐらい辛いのであれば、その職場を辞めてその人と自分とを切り離すということを考えてもいいと思う。それができないっていう人はやはり経済的な理由がほとんど。要するに働いてお金を稼いでいかないと生きていけないから、嫌な人とでも働かなければいけないとなってる人が多い。でこれをどこまで仕方ないで済ますのか、どこまでを我慢するのかっていうのは人によって基準が違うから何とも言えないけれども、もう心が病んでしまって病院に行くぐらいになってるんだったら辞めてしまっても俺はいいと思う。お金はなんとかなるっていう風に考えることかな。あと働き方を考えるっていうのも必要だと思うね。今の働き方が全てだと思ってはいないか、他に何か働き方があるんではないか。何も OL やサラリーマンをやることが仕事とは限らないので、今の時代ね、家の中でできる仕事もあるし、小さい仕事を掛け持ちするっていう方法もあるし、世の中のこうでなければいけないという常識から外れることを恐れないことかな。だいたい病んでる人っていうのは自分にとって辛い人の言いなりになってることが多いです。親、恋人、夫、妻とも言えるかもしれないね。男性から見たら職場の上司、先輩、同僚、学校の友達、嫌な人の意見ほど大事にして守ろうとする。それを自分の中で大事に大事に温めて、嫌な言葉をぐる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 頭の中で反芻する。まるで大切な言葉のようにね。それを考える時間を5分でも1分でも減らそうとすることかな。これを見てる人もいい人間関係を築こうと思ったら、人間関係も断捨離すること、自分にとって明るく希望がある言葉をかけてくれる人を大事にすること、その人を失わないように大切に付き合うこと、自分に不幸を運んでくるような人はできるだけ切り離す。参考にしてくれ。